channel channel ここは午後1時を回りました。ここからは東海ラジオおまえチャンネル、おまえりよすけがお送りしていきます。YouTube で、えー、今日は生配信もしているということで、えーまあ、東海ラジオで YouTube 開いて東海ラジオで検索してもらったら出てくると思いますし、まあ、よくわかんないよってけど僕のツイッターからも、えー、この YouTube 生配信に入れるようになってますしまた公式 LINE の方でもね、えー、URL 送ってますんで、えー、そちらからぜひのぞい,いていただければなと思います。久しぶりの 生配信しかもこれも今日最後までですよね2時間ズコーンと生配信で、えー、お届けしていきますのでまあね車とか乗ってる方は生配信も見たいよという気持ちも分かりますがまあ危ないんでね、えーまあ、ラ,ジオのラジオで聞く方でまあお時間あるよっていう方は是非ね、えー、この配信の方で映像と一緒に楽しんでいただければいいかななんて思います。 えー、YouTube の方もコメント来てますねこんにちは生配信久しぶりだねとか「いや寝起きですか?」っていう全然寝起きじゃないけどバキバキに起きてるわバキ起きやえー、まあお前さん生配信うれしいとかありがとうございますこちらのコメントもね時間あれば、えー、読んでいきたいなと思いますでどんどんいろんなところでコメントしてきてくださいあのー、まあ年明けたら結婚式を控えてるわけで。 で結婚式をするよっていうことをまあなんか関係者の方々には伝えてるんですよ要はスケジュール押さえなきゃいけないしって「あカザマックスがね今今日のディレクターのカザマックスが伝えてないてえ聞いてない聞いてないって、まあ、それ聞いてないってだってあの呼ばないですからカザマックスを呼ぶ予定はないですから今のところ <laughs> 人数余ったらまた相談すると思うんでその時お願いしますであの大学の友達何人かに連絡したんですよ あのー、この日結婚式考え結婚まず結婚するんだよっていう報告とでこの日開けといてってそういう大学の友達言ってなかったなと思って5人ぐらいにバーッと LINE したんですよなんか普通すぐ「おめでとう」とか帰ってくるもんじゃないですか帰ってこなくて「全然返事帰ってこうへんな誰からも」ってみんな既読にはなっていくんですけど全然帰ってこうへんなと思ってて23時間経ったら1人電話かかってきたんですよ でもしっもしつって「え、りょうすけ結婚すんの?あ」あそうそうそう」え、あれほんマ、ま?」つって「いほんまマよ」って「ほんマにほんマ、ま?」いやほんマにほんマやっつって、まあ、学生時代から嘘ばっかりついてたから誰も信じてくれなくて「ほんマにほんマや」つって「あわ分かった分かったじゃあおめでとうおめでとうじゃあその日開けとくわ」つって電話を切ったんですよ。その5分後ぐらいから急にみんなから「おめでとういけるでー」とかっていうラインがバーって届き出したんですよ。 これもうこっからは僕の予想でしかないんですけどおそらくなんですけど大学の友達の中で僕だけ入ってないグループ LINE 存在すると思ってるんですよ。<laughs> おかしくない <laughs> おかしくない <laughs> そんなんおかしくないだって。 わーって僕が多分何人かで l イン送ったそれが多分僕の知らないグループ LINE 内で「大前からス介からこんな連絡来たけどこれほんまなんかな?」みたいなやり取りが多分行われてる誰かが代表して「ちょ俺電話してみるわ」「電話かかってきた本当だよ」っていうことを伝えた電話切ったそのグループ LINE に「いやこれマジっぽいわほんまっぽいわ」「オッケーオッケーってなってみんなが個別で俺に送ってきたとしか推測そのそうじゃないともう道理が通らないというか。 それしか考えられないというかなんかちょっとだけ傷ついた多分これ俺の入ってないグループ LINE が存在する世の中にでもそれを問いただす勇気もない悲しいなさあ今日のメッセージテーマです自分の一番可愛いところ自が自参してください皆さん自分で言ってくださいこれあの旦那に言われたんですけどとか。 彼氏に言われたんですけど、とか、うん、そんなにいらない、そんなにいらない。も自画自賛で、自己分析で、自己申告で、僕は、私は、こういうところが。 かわい,いですとバシッと伝えていただければだと思いますメッセージは東海ラジオウェブサイトのメッセージボードからツイッターは「おまえちゃん」「おまえはひながらがなちゃんはカタカナ」でツイートしてくださいまた公式ラインもありますぜひ友達登録してくださいいただいたすべてのメッセージの中から2名の方に番組オリジナルステッカープレゼントしますそして東海ラジオでは10月23日日曜日までこの秋スタートする新ワイド番組リニューアル番組のキャンペーンを開催しています期間中各番組指定のオンエア曲面を記入してと 紹介ラジオウェブサイトの中にある「オータムショーケース」応募フォームにご応募ください抽選で番組がセレクトした5,000円分のギフト券を各番組毎日1名様にプレゼントしますこの番組もこの後どこかで指定局流しますんで楽しみにしておいてくださいあ生配信でこうカメラ見ながらカメラ目線で喋ったりしてるからなんかこっちが照れるんですけどっていうコメント来てるけど。 こっちが照れるんだけどっていうお前さんはぶられてるねっていうはぶられてんだよかわいそうなんですよ慰めてあげてくださいそれでは今日も一緒に行きましょう「お前チャンネル」聞聞ここええててますかかんのかな曲中も見れる声はどうですか聞こえてますか 映っていや映ってんのは分かってんで俺も映像見てるからそう聞こえてるか聞こえてないかああ聞こえてます聞こえてますあー今聞こえてるって今聞こえてるってありがとうございます、あのー、昨日髪の毛切りに行ってきてでも多分ねちょっと髪型変わってるんですけどほんで今日はさあのー、森アナウンサーにパーッと会ってすれ違ってで森さんが「会うなり気づいてくれてあれ髪型変えた?」っつって。 髪の毛切ったっつってあー髪の毛切りましたよーって言ってそれでええやんなんかそれ以上もそれ以下もないやんそのもう男のおじさん同士の会話で髪の毛切ったー切りましたよあーそうなんだー髪の毛切ったーって、まあ、言うことすらもうあんまりないというかねこんなもう男同士おじさん同士でで森さんはまあ気づいてくれて髪の毛切ったーって赤髪毛切りましたよっつってじゃあそろそろ行きますかその後にあ ちょっとこのー,ーと曲紹介なんでまた後で落ち話しますわ30しかない残り30秒30秒はいじゃあいきましょうかはいジョージア出身の姉妹によるロックバンド今週配信リリースされた新曲ですロックですが YouTube 見てくださいめちゃくちゃ可愛いい一面を見せて話題になってるツンデレ姉妹ですラーキンポーストライクゴールドでした さあメッセージ紹介ししていきましょうか今日のメッセージテーマが「自分の一番可愛かわいいところ」ということでこちら「キリナナ <laughs> かわいいなえー、そんなこと Twitter とかで言ったらなんかそんなの大事な人にしか見せてない顔だからこんなとこで言う言うの嫌なんだけど家では。 甘えん坊ですいや知らんのよ外の外の切り棚知らんから家で甘えん坊かどうか知らんけど外知らんねんこっちはえりーたん朝はパンパンパパン,パンって歌いながら平気でコーンフレークに牛乳注げますっていういやすごいな自分の中の矛盾を完全に無視して生きていけるタイプなんだね えこちら猫、ね、まみれになりたい妻に指摘されて知ったのですが服屋さんで試着する時におじさんのくせにアヒル口になっている自分が可愛いですっていう可愛くないですけどねそんなことないですけどね試着する時の帽子とかかぶってってこと帽子かぶって新しいシャツ着てうーんいやうんじゃないねえー、ペペちゃん すごーくいろんなことをめちゃくちゃ考えてるのにめちゃくちゃおっちょこちょいだというギャップが自分の可愛いところでですいいやきついな自自分ちらサイドがこちらサイドがメッセージテーマとして指定して皆様に送ってきてもらってるんですが自分で言う自分の可愛いところきついなカント君。七味唐辛子のことを20代仲間まで ひちみ唐辛子だと思ってたところこれって別に両面合ってるんじゃないですかひちみも言うよねひちみさしすせそのしーも言うしはひふげほのひも言うしひちみ僕京都ですけどひちみひちみって言いますけどねひちみ唐辛子も多分これ間違ってないよね調べて調べて風マックス あ七味みたいやなただ海外向け商品には七味唐辛子っていうのもあるらしいっすよあるらしいっすよあすごいあのー、S&B が出してる七味と唐辛子海外向けにはあのローマ字アルファベットで 斜めってて書いいるらしいですわへーえー、続いてこちら「アラベスク毎日飽きずにヒョウ柄を着ているところです」っていうもうほんと好きだなヒョウ柄写真付きですんごい T シャツのここにヒョウの顔がバチーンって書いてある写真付きで送られてきてるけどすごいな。 愛知じゃなじまんだろう大阪は天神橋筋商店街じゃないと大阪は天神橋筋商店街やったらなあれここ富士サファリパーク来たんかっていうぐらいヒ柄とか虎柄のおばちゃん歩き回ってるけど愛知じじゃゃなななかかなまんのじゃないさあ自画自賛してください自分の可愛いいところをお待ちしております。 今月の東海ラジオラッシュは EXILE3 代目ジュース l b ルブラザーズの岩田貴教来週リリースのニューアルバムからワンオン「ONEONLYONEFORME ーー」これ聞こえてるかなまた皆,皆様あ,あ提供の入り方かわいい提供の入り方なんまーすはーい さあこれまたちょっと曲中なんでね曲中はあの YouTube なんで音楽載せれないんであのー、ちょっとトークしていきたいなと思うんですけど聞こえてるかな「七味」って発音しにくいからかなーってねボンキスさん言ってんな確かにな七味「七味七味」って言ってたけどな七味でも合ってる気するけどなこれ。 毎日 YouTube 配信見たいわ。こんなもんね、たまにやるから人来てくれるの。毎日やったら来てくれへんかなるから。絶対。たまーにやるのがいいのよ。えー、あ、そうそうそう。髪の毛をね、あの、切ったんですよ。ほんで、もうほんま今日いろんなスタッフとかね、あってますけど、ほんと森さんだけですわ。森アナウンサーだけ。東海ラジオアナウンサーの森アナウンサーだけ。あれ、お前くん髪切ったーって言ってくれて。 で、まあ、あの普通そんなんねあのねおおもう男同士おじさん同士なんてねそんなん「髪切った」っつってで「髪切ったよ」っていうぐらいのことでね終わるんですよ、まあ、もっと言ったらそう「髪切った」なんてことすら別にね思っても声に出さないっていうかあと 30, <ー>30秒で次のコーナーいきますはい で、森さんに、まあ、まあ髪切ったって言ってもらって、あ,あ、そうなんです、あの、髪切りましたよ、みたいなことを言って、そしたら、あの、森さんがね、続けて言うんですけど、まあ、似合ってるとか、似合ってないとか、まあまあ、まあ、似合ってる似合ってないとか、別にまあ、そんなわざわざ言うようなことでも、あ、ごめんなさい、もうちょっと始まりますんで、またオチはじゃあ、後ほど伝えたい。ここからの時間は、先週から始まりました新コーナー、思いっこねくと、 企業とクリエイターの架け橋となるカフェファブカフェ名古屋とオーまいチャンネルがコラボレーションしクリエイターとリスナーをコネクトしファブカフェ名古屋が目指す循環へとつなげ新たなものづくりを目指します前回ファブカフェ名古屋が一体どんな会社でどんなお店なのかとファブカフェ名古屋コミュニティマネージャーの斉藤健太郎さんにご紹介いただきましたが今回はですねその。 斉藤健太郎さんってそもそももどんな人な人のっていうところでちょっと斉藤健太郎さんは何,やった何をやってる人で何をやってきた人なのかと、えー、そういったところを伺ってきました。 この後、僕お参りお付けとパブカフェ、名古屋コミュニティマネージャー斉藤健太郎さんと一緒にお送りしていきます。斉藤さん、今週もお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回はパブカフェ、名古屋、はい、斉藤健太郎一体どういう人なのかっていうのを聞いていきたいんですけど、<laughs> <ー>僕も正直知らないことだらけでで、今こうパブカフェでそのコミュニティマネージャーっていう立場でやられてるわけじゃないですか？はい、斉藤さんもクリエイターなんですか？ 一応、まああのー、そんな言うのもおこがましいぐらいなんですけど、はいはい、ちょろっとだけたまにあのあ作りてえなって思ったものをたまにやってますね。うちの<ー>、あのー、マシンを営業終わった後とかにこっそり使ったりとかして。はいはい、でこいはあのー うちのレーザーカッターというものがあるんですけれどもはい、はい、まさにあのこのブースにもあの置かれている透明の仕切りみたいなのがあれを切れるんですよレーザーカッターって。でいろんなクリエイターさんが使った後の端材は、まあ、こっちはもういらないからって置いていくよみたいなのがあってうん、うん、その時にあの蛍光の赤色のめっちゃ綺麗なのがあってはい、はい、これなんか作りたいなと思っていろいろあのうちのバイトの子だかと話しててみじんこ作りたいなと思ってみじんこ僕のくらいのみじんこのちっちゃいアクセサリーみたいなのを<う>作ったりしました。<laughs> 変な人です <laughs> <laughs> 変な人でした <laughs> でもそういうことなんですよねなんか僕らがそのねじゃ綺麗なアクリル板があってなんか作るから映像ーー買ったらなんかできるぞえなんかさかっこいい絵を描こうとかさねなんか文字入れようぜとかに。 ななるじゃないですすかやっぱそうう考えると多いと思うんですよでよもやっぱりそんなこと多分もうやってきたんですよね斎藤さんとかはだから多分この次のことやりたくなってそのクリエイターで <laughs> みじんこ作ろうぜってそうするとやっぱまだ理解できんもんな <laughs> <laughs> まだ理解できないですもんねもともとで、えーまあ、斉藤さんもクリエイターだっていうことも分かったんですけど、はい、すでどうやって。 ファブカフェ名古屋で働こうってだってファブカフェ名古屋が2年前じゃないですか恵さん大学卒業してからも結構時間はあるわけですけど桂馬さんこと、ね、は、はい、どういう経緯でそのファブカフェ名古屋でその働くってことになるんですか、はい、働き始める前からこファブカフェっていうところ自体はたまに遊びに行くぐらいの場所だったりはして東京とか京都とかの。 ワークショップをたまにやっててはい、はい、で僕が最初に衝撃を受けたのがもうほんと東京の渋谷のところのスペースなんですけれども、はい、その時に受けに行ったのもめちゃめちゃ面白くてあのバラの香りをバラを使わずに作るっていうワークショップをやっててはい、はい、でそれがたまたまあのちょうど仕事が1年終わって。 1>, 1年間のプロジェクトがちょうど終わったタイミングでちょっと時間あるなみたいなタイミングでやって見てたときにそれを見たんであめっちゃ面白そうじゃんって行ってみようって言ってその会場がまさにファウカフェ東京の部分だったので,はい、はい、でそこいった瞬間からここマジやべえなって思って<ー>なんか藝大のアトリエみたいな感じというかマジ何でも自由にやれるよみたいな空間で<ー>マジでやばいなっていうのでそ,の、まあ、そこの運営の人であの弁慶っていうのがいるんですけれども,はい、はい、も今同僚なんであれなんですけど。 その人に「名古屋にいつ作るんですか?」っていうのをずっとそういう絡みをしててそれからまあ毎回その匂いのワークショップは定期的に参加しててで行って会うたびに名古屋にいつ作るんですかっていうのを毎回聞いてたら34回目ぐらいかなに参加した時に「ちょっと斎藤さんにお話があります」と名古屋にできるかもしれないです」みたいな話をされて「こいいですか?」 じゃあもう何本でも手伝いますよっていうのを言ってて<ー>そっから僕が入るっていうことになりましたね普通にこの東京京都とかにあるファブカフェそう,そ,うそういうクリエイターが集まる場所が好きで行ってて、はいうん、じゃあ俺やりますよっていう <laughs> はあそれで2年前3年前ぐらいですかね声分けられたのははいはいはい、はい、でそっからわーって働きながら走ってたら水の前ここにたどり着いたみたいな感じなえ 斉藤さんんはどうなんですかその、まあ、今ファブカフェやられてたり、うんはい、そういういろんなねクリエイターの方と出会うのをもうほに楽しそうに喋るじゃないですかあの裏とかでもそうですけど <laughs> 面白いやついるんすよやべえやついるんすよ紹介したやついるんすよって本当とになんかもう楽しそうなんですよ。はい ここっっっから今後どういうこいいいとやててきたなまあファブカフェをもちろんこのまま運営を続けていくこともねすごく大切なことだしそこにいろんな人集めていくっていうのも大変だしさださん自体はどうなっていきたい <laughs> ちゃんとした将来については考えないようにしてるというかある程度あの楽しいことやりたいなと思いながら生きてるんですけれども割とあのずっと僕の興味関心で変わらないところとしては人が。 あこれって実はそういう使い方もできるんだみたいなあ<ー>あそういう使い方あるのねみたいな瞬間がすごい好きでやべえじゃんそれっていうのをなんかいっぱい生み出していきたいなって思っててはい、はい、それは本当あの僕がよくバグるっていうふうに言ってるのってその辺のことを指してたりとかするんですけれどもバグり散らかすようなものをいろいろ作っていきたいなとか思ってたりしてだから俺ねこう本当面白いなと思うんですけど本当に思うんですけどその,、はいね、その価値観とか。 えー、固定概念っていうかこれってこうだよねこれって赤だよねとかだこれ青だよねうん、うん、これって絶対ここに置くもんだよねみたいなそのなんかあ,あるじゃないですか、はい、それって誰が決めたやつやねんみたいなことって <laughs> 実は最近すごく思ってて、ねはい、誰が決めたんこれ赤ってこれ青ってみたいな。なんかほんま、斎藤さんの話聞いてると みんななその向こう側にいるなって僕はすごい,いすもうすぐワクワクするなんか聞いてていやもう一緒にバグりましょうバグろう。<laughs> ちょっとバグりたいわ <laughs> そうですよねだそういう人たちがいっぱい集まってたりもするってことですもんねそういう人たちが僕は大好きで<ー>本当にみんなやべえなと思ってで面白いのが今後はまた来週以降もね、はい、あの斎藤さんと一緒にこのコーナーやっていくんですけどそこに行く Thank you. ここから城前チャンネルこの時間は一般財団法人愛知健康増進財団管理栄養士野村千春さんにお越しいただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんかあのー、はい、<laughs> こっからいろいろ聞いていくんですけどここからいろいろ聞いていくんですけど、はい、その事前にねあのディレクターさんから、はい、お前さん怒られますよと <laughs> <laughs> 今日この後行われますから覚悟しといてくださいねなんて。ファンの方に叩かれてしまいます <laughs>。これがね不思議なお客さんで叩かれてるお前を見るとみんな喜ぶんですよね、はい。本当ですか。じゃあちょっと。ちょっと怖いな。<laughs> さあまずはなんですけども、はい、えこの管理栄養士だっていうことで友達のさんはまあどういったことをされてる方なんですかね。基本的にはあの健康診断来ていただいた方に対してちょっと食事指導だったり生活習慣の改善の アドバイスをしていましてはい、はい、で今回ちょっと大前さんにも事前にあの食事の記録を書いていただいて <laughs> 見させていただきました <laughs> これがね本当にあの野村さんあの本当に僕は手を抜いたわけではなくてね普段からこの食事なんですか、ね、そうなんですちょっとねあのあこれ YouTube の方には見せようかなあ出ましたねこれ,これがどうも僕の手書きです僕が書いた あのー、アンケートなんですよ、まあ、朝何時に起きて何時に朝ごはん食べて何時に仕事行って何時に帰ってきて何時に夕食食べて何時に入浴して何時に寝てみたいなことをね、はい、細かく書いてくれって言われたんですけど書きながら思ったんですけどどうでしたか書いてみて僕はなんと、はい、単調な生活をしてるんだと私はこれ見て結構心配になりました大丈夫でですすかかれないですか <laughs> 僕ある一日なんですけど。はい そうなんですよ基本的に本当にそうだから書くときも、はい、本当僕一日1食しか食べないんで。うんうんうん 何書いたらいいのって俺もう食べてないでっていうことだったんですけどちょっとこれを見ながらはい、野村さんにいろいろアドバイスそうですね、はい、一応あの厚生労働省から日本人の食事摂取基準っていうのが載ってるんですよ、うんうん、あのお前さんの年代の男性はだいたい一日あたりカロリーが2500キロカロリー前後なんですねははいはい、はい、で今回食べていただいたこの食事の記録を計算したところ本当に一食抜いてるので本当に三分の一8 0 0キロカロリーぐらいしか 取れてなかったので,うで,、ね、で結構喋、はい、る仕事じゃないですか体力持つのかなっていうのが一番と心配になりましたね <laughs> なんかねあのー、朝ごはんを食べるとねぶ、はいはい、たくなっちゃうんですよね,すねだからなんかあんまりこう仕事前にお腹いっぱいにするよりはなんか空腹の方が脳がすっきりうんみたいなちょっとわかんないですけど<ー>習慣づいちゃってて、はい、でも この気になるところに太らないようにこう1日1食みたいな形でも書いてあるんで太らないようにていうのもただあの朝ごはん抜くと逆に5倍太るっていうデータが出てるんんでですすよよそそううななんですよ。 なんでかっていうと、はい、あの朝ごはん食べると体温が上がるので、はい、基礎代謝って言ってこう何もしなくても消費してくれるエネルギーが増えるので、はいはい、結局一日の中でこう代謝が良くなるんですね。なるほどね。なのでできれば皆さんあのダイエットしてる方とかも世の中にはいらっしゃると思うんですけど、はいはい、まずは朝ごは飯食べていただきたいなと思います。朝ご飯をしっかり、まあ、もちろんねカロリーは考えながらだと思うんですけど、ね、しっかり食べる方が代謝上がって痩せやれるんでよ。そうですそうですそうです,そうです。朝にこういっぱいガツッと食べて、昼普通、夜少 なめっていうこう逆三角形が一番痩せやすい体の近道にはなりますので、はあはあ、ぜひ。この僕の。<laughs> 逆なんですよね <laughs> そ。そのそう逆三角形の逆三角形。正三角形になってで。夜だけズドンって。そうですよね。食べちゃうっすよ。で夜はなんだったら、結構本当にお腹いっぱいになるまで。<ー>好き放題食べちゃうんですけど、あんまよく、ね。今後が心配ですね。今もすごく細いと思うんですけど。ははい、もしかしたら。 これから。<laughs> えー、ぜひまず、あのコメダ行ってるってこう、書いてあるので。はいはい、毎朝、はい、はい。モーニングのセットにしては、いかがでしょう。そうなんですよ、コメダの。はい、毎日行ってるから。お得ですよね。そう、お得だし、パン、はい、も卵とかもついてくるし。そうなんですよ、栄養バランスいいんですよ。どうでしょう。 店員さんもいつもねモーニングどうしますって言われて、あいいですって断るたびに毎回断ってるも聞いてくれるんですか？毎回断っても聞いてくれて、断るたびに毎回悲しそうな顔してどこ？朝もうぜひ明日から食べた方がいい食べた方がいいですなるほどね朝に特にたんぱく質取るともっと痩せやすい体になるので卵本当いいんですよ卵ねはいわかりましたぜひ朝卵取りますはい取ってくださいはいあとはどうですかあとは うーん、まあ、まずほんと一食をやめましょうってことだけですねとりあえずは <laughs> 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 まず朝ごはん食べてって形ですねお昼とかどうなんですか食べた方がいいまあでもお昼ご飯とか結構仕事に影響がこう眠くなるとかってあるのであればあ、はい、飲み物だけでもいいのかなと思うんですけどはい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  仕事をしているんですよね。で,よねで、まあ入り時間も十一時半とかからもうこっちに入ってるので、はい、ちょうどそのお昼ぐらいがもうズドンとこの仕事なので、なかなかここ食べにくいでおにぎりだけとかでも大丈夫ですけどね。あ、なるほどね。はい、でもそのコメダに行くのが朝の十時半ぐらいなんで、うん、あ、そうですね。だいぶ時間ずれますよね。そこ,そこでパンと卵食べて。はい 三時まで仕事してでなんかドリンク飲んで夜ちょっと晩ご飯っていうのはどうあそれでも大丈夫ですなるほどねまずもう朝ごはん食べるっていうのがかなり大きな一歩なので大丈夫ですかなり大きななかなかでも生活習慣変えること難しいのでね大変だと思うんですけど朝ごはんね食べましょう店員さんも喜んでくれると思います店員さん本当喜んでくれると思いますだからもう本当休日とかね本当一日休みってまああんまりないんですよ僕 ありがたいことにあんまりないんですけどじゃあ一日休み何してんねんってなったら本当に起きて、はい、晩ご飯食べるまでずっとゴロゴロしてるだけそうなんですか、はい、で新婚さんのおめでとうございます,います <laughs> なんですけど別にすることも特にないので一、ねえー、日休みだとゴロゴロしちゃうすね。 でもとにかく朝ごはんちゃんと食べようってことです、ね、そうですすねねそう朝ごはん食べてない人結構 YouTube 見てる人ラジオ聞いてる人の中にもいるんじゃないですかでしょう僕だって正直中学校ぐらいから食べてないですもんそうですよね皆さん結構食べない習慣の方多いのと女性の方とかも結構食べない方特に若い方多いのではい、はい、ぜひ やっぱ免疫力下がってしまいますので、はい、食べたもので体できてますのでね、なるほどねぜひ食べてくださいまずは食べるということですねはい。そこからしっかり改善、はい、していきたいと思いますお願いします優 <laughs> しく怒ってくれてありがとうございます <laughs> ファンの方にちょっと叩かれてしまうので <laughs> <laughs> 叩かれない大丈夫あのコメント見たらびっくりしましたそもそも大前にファンなんていないっていっぱい言ってます <laughs> そんなそんな <laughs> さあ今日はここでですね愛知健康増進財団さんから健康に役立つ素敵なプレゼントございますありがとうございますはい。タニタの体組成形デジタルシャ文字デジタルスケール健康塩分計の4点セットを16名の方にプレゼントします応募方法は東海ラジオのウェブサイトにあるプレゼントのバナーからご応募くださいこの時間は一般財団法人愛知健康増進財団 管理栄養士の野村千春さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。 東海ラジオでは10月23日日曜日までこの秋スタートする新ワイド番組リニューアル番組のキャンペーンを開催しています新しくスタートリニューアルする番組では番組がセレクトした5000円分のギフト券を毎日1名にプレゼントですこの番組のプレゼントはアマゾンギフト券5000円分ですさあではここで昨日の当選者発表しましょうか昨日の当選者は中津川氏ラジオネーム ゆーくんママさんですおめでとうございますさあでは行きましょう今日の指定局のオンエアですこれからかける曲の曲名と必要事項を書いて東海ラジオウェブサイトの中オータムショーケースの特設ページからご応募ください締め切りは今日中です当選者は来週月曜日の番組内で発表したいと思いますそれでは今日のお前チャンネルの指定局です 聞こえますかね皆さんなんとここでイレーネさん来てくれましたこれイレーネさんが映らないのかなどっち今どのカメラこのイレーネさんも映ります <laughs> もう今こうまたまた皆さんが <laughs> またまたああ映ってるあ映ってる,映ってる <laughs> あこれがあはいはいはいこんにちはどうもこの後映ると思います<ー>イレーネさんですはじめましてありがとうございますイレーネさん <laughs> えー、あれわかんね なんであのー、昨日本当トツイッターびっくりしたんですけどヒレ、ね、さん <laughs> 全部全部話した <laughs> 全部<の> <laughs> 番組ね番組でこの僕の番組の後ヒレネさんで、うんうん、言っちゃうはじめはほんまにただただなんか何でしたっけ最初最初ブレ,ブレーネかなんか言っちゃったんですよじゃってえそ,うそ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 う,そうじゃあもういうわと思って月曜日も、うん 火曜日も、なんか違う呼び方してたら、なんか水曜日あたりから、リスナーさんが送ってきてくれて、<laughs> イイね、今日はそうそう、今日はこれどうですかみたいな、なんかいろいろ言ってくれるようになって、やってたんですけど、でもなんかやっぱ一個申し訳ないなと思ったのが、うん、イレンさんの番組ってほら、曲からスタートするじゃないですか。だから、お前がなんかわーって言っても、うん、いや、ちょっとで入れへん。 だか,らだからその5分ぐらい曲イントロと曲あんのにそれ待って「しちゃうかな <laughs> ありがとう」「ありがとう」「違う」あの「最初の打ち合わせでも「はい、いやイントロはまああの拾わないよね」みたいなことディレクターと思ってた拾わないのね」ってなって。 律儀だから守ってんの。なるほどね。<laughs> <う><う>だからなんか申し訳ないなと思って、あの昨日ですよね。皆さんいつも本当ごめんごめんなさいっていあのー、スタジオにね謝りに行ったんですけど、で,でもその謝りに行ったこととかは <laughs> もうそんな言,んな言っちゃうから分かんない。<laughs> 全部言える <laughs> 全部。 あいつぶっちゃいカシオリ持ってきてくれよ、ね。カシオリは持ってない。カシオリは持ってってないですけど。本当にありがとうい,いやだって、はい、あのなんかいやイデネはすごい嫌がってるじゃんみたいなツイートみ嫌そういすごいマイナスイメージじゃ <laughs> あそうなんです。だからなんか,か面白いってくれてる人がほとんどなんですよ。<laughs> <て>本当に心配してくれてるね。ありがとう。はい。

イレーさんがどう受けるんだろうっていう回答を聞きたくてやっぱ気づけばイレーネまで全部聞いてるっていう人たちもやっぱいますし嬉しいですねエンディングまで引っ張ろうかなじゃあところでってちょっと言いたいことはあれに対して言いたいことあるんですけどちょっと曲挟んでからいきますって言いながらこう最後まで最後までろうかな今度ところで三時の頭に やったら、最後まで弾いてくれるかもね。いそうですよ。でも、うん、来週とかですよね。ね。来週の話ってしてもいいんしたっけ来週の話ってしてもいいんしたっけまだこれ言ったらあかんやつ ちょっと待ってくださいね。もう, <laughs> もう言ってるじゃん。もう,もうなんかいろいろあるんでね。そうそう。来週もまたいろいろあるんで、ね、それそれで楽しみにしておいてもらいたいですけど。ね、えー、配信今日今日から今日だけ？今日だけなんですよ。だからなんか,なんかあのー、もうまあね、配信やらせてもらってありがたいんですけど、でも,で,うん、でも絶対僕より多分みんなイレーネさんとか見たいんですよ。 んなですか動く自分とかいい動く自分えだってそのお前は変な話東海ラジオでほら結果ね結果今長寿番組やからそうですよご長寿じゃないですか長寿番組まだ年半2年半 で子供が生まれたての感望がパパママ <laughs>、うん、言えるようになるんですよ <laughs> そ,れそれはすごい期間で,ですよすごい期間ですよそう <laughs> いやそれ,それもあって、うん、あのこういう生配信とかもしたことあるし、うん、あのイベントとかでも皆さんこう会いに来てくれたりとかもねしてるんで多分

東海ラジオ始めてみて。楽しいですよ。あ、楽しい。楽しい。毎日ラジオやるのが、めっちゃ久しぶりなんですよ。もう七年ぶりぐらいあ。そんなぶりなんですね。楽しいですね。毎日やると。 ハハハんハハこのこのオフトークみたいなも急にね本番前にね急にやらせてくれないですかってお願いしてな何とか今やってもらってる状態なんでそう引うそきそそう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 

明日何喋ろう？どうやって考えてるんですか？考えないことじゃ。考えないことにしてる。嘘。考えなくなった。考えないことにしてる。あ、今も帰ってくるってことですか？ これ,ずっとこれ今映ってます。<ー>ずっとこの映像がそれでは大マイガチャいきます。ーマイ大マイガチャ。さあなんとですねあのー、まあ生配信も YouTube やってるってことで。 まあ今このトラフィックとかニュースとかやってる間 YouTube の方だけでなんとこの後番組の <laughs> このこ後番組を控えてるイレネさんが打ち合わせで早めに来てるからってことで無理やり出てもらってますイレネさん <laughs> こんにちはイレネですありがとうございますあれ放送まで出ちゃった <laughs> ちょっと打ち合わせが何時からでしたっけ 2>, っ2時からあれと3分2時まで今出しますんで <laughs> 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 このおまえガチャっていうコーナーやってまして、はい。あの毎日ドラゴンボールのこのビックルイマンチョコがコラボした商品開けてですね、はい、その中からシークレットされてるスーパーご飯ロココっていうのが当たるまでやってるんですけど、うん。じゃせっかくなんでじゃあリエンさん開けてください<え>今日は。え、新ですか。はい、まだ最近ですよね。ねまだ最近そう,そうですよね。これ四袋目です。へー。もう出しちゃってください。いいですか。いきます、はい。噂じゃこれもう生産終わってるらしいですよ。 どうなのもう終わってるらしい今,今お店に出てる分しかもうないらしい在庫なくなったらどうするんですか在庫なくなるまでに当てるしかないってこと<笑><笑>はいあれどこ,こ行ったえその、はい、お菓子の後ろにはいいきますよ、はい、じゃんとも <laughs> 我慢してます。<laughs> 全然。全然,知らん全然。なんか、新しいドラゴンボールシリーズなんで。<ー>知らんやつとかもいっぱい出てくるんですよ。<laughs> ドクターヘドが生み出した新たな人造人間の二号機。あ、ドクターヘドは昨日出たんですよ。うん、あ、そうなのね。ドクターヘドも知らんし。朝 <laughs>、浅い朝いいですよ。 せっかくイレーネさんいるから、ちょっとちょっとイレーネさんの聞きたいは、何をですか。めスリテーマが自分の一番可愛いところなんですけど、イレーネさんが思うイレーネさんの一番可愛いところってどういうところなんですか。全部言っちゃうとこですかね、やっぱりね。全部言っちゃうところ。ああ、とりあそう、お前さんが昨日終わってから来てくれたことも。 全部いっちゃうんだよねエンディングでいじってそうそう番組終わったらイレイさんのスタジオ行って、うんうん、ごめんね <laughs> <laughs> ごめんねいじってごめんねって言ってわざわざ言いに来てくれたこともツイッター全部バラしたから私びっくりしました、うん、俺速攻,速攻でバラしました <laughs> 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 じゃあイレイさんこの後イレイさん終わると思うので <laughs> イレイさんでしたありがとうございました 東海ラディオオーマイチャンネルオーマイチャンネルさあメッセージ紹介していきましょう自分の一番かわいいところということでこちらマニアブラザーズさん「なぞなぞとかまだ好きです」っていうかわいいかもかわいいかもなぞなぞが好きなおじさんかわいい。 えーこちらはホワイトウーマンさん私は小学ポイントをコツコツ貯めるタイプで先日ペットボトルを250本リ,ラリサイクルしたご褒美に50円分の金券をいただきましたっていうまあ節約家ですよねかわいいというか節約家だなまだ自分守ってんな。 なんか自分の思って内側まだ見してないホワイトウーマン自分守ってんなもっと自分の可愛いところをズコンと出してほしいなえーこちら凍結しまくりちゃん顔顔顔顔一択です顔です顔です他は点でダメですあのー、顔です顔見たい会いたいめっちゃ会いたい自分の可愛いところでこんなに顔をしてくる子会いたいよ絶対可愛いやんえー、こちらバッチョ 44歳のおっさんですがトイレの後には「すっきりんこだぷ」って言いますっていうまあ言う嘘でしょうね。まあ、言ってないでしょうね。言ってないとして本当はそんなことを言ってないとして投稿しようと思ってツイッター開いて「何にしようかなーで」でこの「すっきりんごだぷーを」を発想としてね。 彼う嘘ボケだとしてもスッキリんこだプーが思いついた人なんだなっていう認識はします <laughs> それをゴーとするんですねと、えー、こちらプードルのプーさんこれかわいい娘に刺激されてつけまつげをつけるようになりました鏡の前で一生懸命つけてる姿割れながら。 可愛い,いですっていう可愛い,いねいつになっても可愛くありたいからこれどうやってやるんだろうって頑張ってる姿可愛い,いですねミドラーさん困ったことがあると笑ってごまかすところですよ可愛くない可愛くないよそれは可愛くないよ何か失敗した人がいて失敗を責めたいわけなんじゃなくてなんで失敗したのかを分かった上で次しないようにしたいわけでこっちはミドラーさん これ失敗したよねなんで失敗したんですか?」いや笑うな!」ってをなるよなヘラヘラすなーって失敗したんやからちゃんとそれ原因を究求して次ないようにせなーって三浦さん困ったことがある時笑っちゃダメです。 この時間はオンマイボイスの題にあった言葉レ映像を募集。お二人は東海ラジオアナウンサーの上質な声で読み上げます。今週のお題は富士サファリパークのリズムでどうでもいいことを言ってくださいです。それではお願いします。 いやちょっと気になるな男性か女性かにもよるけどちょっと気になるなどうでもよくないな。 いやそういうとこもあるやろそういうとこもあるやろ藤井が丘なんてミスドの隣にミスドあるもんないや捕まれ捕まったらええわ一回ちゃんと捕まってしかるべきところに怒ってもらった方がええわ どうでもよくないやつとかも結構きてたなやっぱどうでも一番どうでもいいことやっぱこの方ですね今日の優勝 <laughs> いやどうでもいいな動かせるしな俺もということでペペちゃんステッカープレゼントしたいと思いますでは来週の「オ m y v o i c e のお題です 先輩ちょっと小耳に挟んだんですけどに続く一言先輩ちょっと小耳に挟んだんですけどに続く一言です、えー、こちらもメッセージ、えー、メッセージボードの方からオーマイボイスを選択して送ってきていただければなと思います以上思いボイスでした

キャンンペーンアンバサダーの松尾恵美さんが出演さらに抽選で選ばれた100名のリスナーを招待して行われたスペシャル公開収録の模様をお届けします宝霊弁グループプレゼンツ民放ラジオ99局特別番組「WELOVERADIO 松尾恵美 50th anniversary」東海ラジオでは今日夜8時からの放送です。 この特別番組の放送を記念して WeLoveRadio とスペシャルパートナーラジコのダブルネーム入り Bluetooth スピーカーが抽選で99名様に当たる公式 Twitter フォローリツイート企画も実施中ですゴーバー民放ラジオ99局「スピーカーでラジオ寄稿キャンペーン」の公式 Twitter アカウントをフォローとリツイートすれば完了です詳しくは特設サイトをご覧ください 応募締め切りは10月17日月曜日です松尾由美さん出演の特別番組こちらはぜひスピーカーを通してご家族やご友人と一緒にお聞きくださいそして公式ツイッターのスピーカープレゼント企画にもご参加ください合わせてお知らせですこのキャンペーンで5月に実施した有名リクエストウィーク企画をもとに作られたベストアルバム ユーミン万歳松戸ミ50周年記念ベストアルバムこちらがついに10月4日火曜日にリリースされましたぜひチェックしてください以上民放ラジオ99局「スピーカーでラジオ寄稿キャンペーン」からのお知らせでした「ドライバーズ・ポート」 今日のリポーターは、きしんじかほさんですか、ほちー。はーい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。自分の一番可愛いところ。はい。はい、まあ。なんかいっぱいあるんですけど、うん。いっぱいあるんですけどって言ってるやん、<laughs> 自分で。<laughs> いやいやいや。いっぱいありそうやけどい。いっぱいあるんですけど、うん、あの。ダイエットとか、努力してる自分が一番可愛いなと思いますね。うん、そうはなのか、周りにも言われたりすんの?。何をですか?。努力してる時、可愛いねって。 言われないですよ。言われないけど <laughs> 自分では思ってるのね。<laughs> 自分で思ってるんです <laughs> で。で最近プロテインとかよく飲んでるんですけど、はいはいお前さんも飲んだりします？飲みます飲みます。うん、なんか本当欲し欲しいなと思った時にこの前インターネットで頼んだら本当次の日にすぐ届いて、本当、うんうん、次の日からダイエット開始できたんですよね。めちゃくちゃいいじゃんって思って、うん、そんなねあのネットで購入したものを届けてくれるのって。 何かかわりまずは運搬作業してくださってる皆さん <laughs> はいそうですねはいトラックですよねなるほどはい今日はですね愛知県三次市にあります愛知県トラック協会中部トラック総合研修センターにお邪魔していますはい、はい、愛知県トラック協会常務理事の中川利光さんにお話伺っていきますよろしくおお願願いいしししまますすよろくお願いします 中川さんまずは愛知県トラック協会について教えてください、はいは愛知県トラック協会はトラック運送業界を盛り上げ安全安心な輸送と安定した会社経営に向けた啓発やアドバイスなど会員事業者に対するさまざまな活動に取り組む協会ですまた10月9日のトラックの日には全国各地で毎年多彩なイベントを繰り広げて営業用トラックの活動を社会にアピールしています あさって、えー、10月9日はトラックの日なんですね愛知県トラック協会では今日からトラックの日までの3日間ある活動をされているんですよねはい愛知県トラック協会では本日10月7日から9日の3日間にわたり県内支部統一トラックパレードを行いますトラックパレードは走行しながら映像を流せるアドトラック2台を使用し3日間愛知県内の各地域を走行します トラックの日の PR や交通安全などの映像によるトラックパレードを実施しておりますので、アドトラックが皆様の近くを走行した際はぜひ注目してください。また本日出発式では、愛知県警察本部豊田警察署のご協力をいただき、豊田警察署のパトカーを先導に、会員事業者の大型トラック3台も豊田警察署管内のパレードを行います。あの交通事故え防止の えー、CM であったりトラックの日に関する映像ということで映像ですのでトラックの日の PR とあ、えー、交通安全の徹底についてより分かりやすく知ることができそうですよね私も運転する機会が多いので、えー、改めて交通事故防止に努めようと思いました、えー、トラックアドトラックでは映像だけではなく音にもこだわっていらっしゃるんですよねそうなんです、えー、動画以外にも、えー、通常 通常走行中は静止画像、素,素材を使用して停車スペースのある人が集まる場所では愛知県トラック協会のイメージソングである笑顔の架け橋の BGM を流すなど常に注目していただけるようにしております、はい、皆さん、アドトラックを見つけた際は音にも注目してみてくださいちなみに中川さん、今どの辺を走っているんですかね。 はい今ですと1号車は豊橋駅あたり2号車は常滑駅あたりだと思います、はい、皆さんぜひ見つけたら注目してみてくださいそれでは中川さん最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いしますはいトラック輸送は国内貨物輸送量の9割を占め我が国の物流の主役となっておりますこれからも効率よく安全環境に配慮しながらより良いトラック輸送の実現を目指して え暮らしと経済のライフラインとして社会的責任を果たしていきますえこの機会に改めてトラック輸送の必要性重要性をご理解いただけますと幸いですい今日は愛知県トラック協会の中川さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございましたスタジオの大前さんはいなんか今とこなめらへん走ってるとかもしこう見かけたら写真とか撮ってねツイッターとか上げたくなりますね ぜひあげていただけますと、ありがたいですね。ねちょっと僕も見つけたら、あげますわ。いすはい、だから中川さんできれば、あの。今池らへん走ってくれって言っておいてください。<laughs> <laughs> そうですね。そしたら撮るわって言っておいてください。<laughs> はい、お願いします。はい、中川さんありがとうございました。ありがとうございました。今日の担当、薬師寺かおさんでした。 お前義秀がお送りしておりますお前チャンネルオーマイドライブのコーナーです。さあこのコーナー毎月第一週目はホワイトハウスで扱う車や店舗の紹介を僕お前とホワイトハウスのスタッフの皆さんでお送りしていますが、今月も車といえばもうこの方です。ホワイトハウスのゴーカーさんです。はいこんにちはホワイトハウスの YouTube チャンネルゴーカーチャンネルのキャスターをしておりますゴーカーです。お前さん今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。なん,んな,なんか今日あるみたいで。 あ、そうそう、今日は、ね、あの、これ生配信中なんですよ、実は。面白い、<は>面,白い面白い、さっきまでちょっと見てました。あ、本当ですか。うんうん、そうそう、だから、普段のこう、ラジオの様子とか。うん、全部丸見えなんで。ね、<laughs> 気が抜けません、ね。そうそう、一瞬も気が抜けないっていう。<laughs> あと、こんなラジオの放送で、髪型気にすることないよっていうぐらい。やっぱ髪型も気にしながら、今日はやらせてもらってますなな。いいじゃないですか、新しく。 <laughs> さあ、ごかさん、先月もね、いろんなドライブコース紹介してもらったんですけれども、うんはい、そんなドライブコースにぴったりなホワイトハウスの車、うん、今月も紹介してください。はい、では今日おすすめする車はこちらでございます。シ、はい、トロエンの C5X と。C5X はい。あた新しい車でございますよ。はい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 。えー、まあシトロエンっていうとね、うん、あのこうすごくこう個性的な 車っていうので、もう昔から有名なんですけれども、はいはい、またこれ、現代的でも非常に変わった車です、どんな車かっていうと、なかなか一言で言えないので、そ,<う>まあ、それちょっと後にして、ですね簡単に、まあ、車のサイズ感とかいうと、はいはい、長さが4.8メーターを少し超えるぐらいということで、<laughs> 結構大きいんですよ。<laughs> 大きい、はい うん、で幅も1865ていうことで、これも結構幅広いんですね、うんうん、で背の高さも1490で、まあ、最近流行りの SUV っぽいんだけど、はい、SUV ほどは背が高くないん SUV でもないってことなんですか、うん、ないと思うんですね、うん、でも SUV っぽくも見えるとい<ー>うこ、ん、と、これでエンジンは1.6リッターのガスリンターボと、今、まあ、流行りのですね、 プラグインハイブリート。外部充電もできるプラグインハイブリート。このえ2種類のエンジンが用意されている車です。 よりこう詳しくちょっとゴーカーさんならではのおすすめポイントなんかも聞いてっていいですか、うん、じゃああのさっきなかなか説明が難しいっていうこれラジオでね本当説明するの難しいからあのー、スマホで見れる方はスマホで写真見てもらうのが一番いいんだけど <laughs> あそうですねお前さあ写真持っ,て持ってたらよかったねあそ,うかそしたら YouTube でパッと見てたらこれだよって言えたんですねあーそうかちょっと今じゃあ僕ネットで出しますわそれ出せる出しながらちょっとじゃあ説明してもらっていいですか <laughs> はい、はいはい、まずねヒトラインのフラッグシップ いわゆる最上級モデルなんですね最上級モデルっていうと大体今までってこう普通のセダンもういかにもオーソドックスなセダンって車が多かったと思うんですけどこの C5X はもう見た目はまずセダンじゃないんですよなんですがメーカーいわくです、ね、サルーンってまあセダンのエレガントさはい、はい、それからステーションワゴンの実用性ほうほうそれから SUV の力強さをこう 高いレベルで、えー、融合させたと、そういうふうに思うんですねごかさん、このここれこの車で間違いないですか間違えないです、間違えないです皆さんにこれ見せたことな <laughs>、はい私の方にはズームで見せてもらってね、<laughs> ありがとうございますそうそれがまずちょっと変わったかしてるでしょかっこいい、確かに SUV に見えなくもない <laughs> ないでしょ、うん、そうそうそう,そうでも SUV ほど高くないんだけど、はいはい、まあでも SUV 的なテイストではあるんですよねかっこいい そうでもう一つ、やっぱりね、特徴はね、快適性なんですよ、はいはい、もう今、1ラインで安い車から高い車まで、とにかく第一に快適性、まあ、いわゆるコンフォート性能っていうのを再重視してるんですけれども。うんうん 特にねサスペンション、あの足回りの仕掛けとか、シートにはこだわりがあって、ですねあもうそちょっと難しいんだけど、プログレッシブハイドローリッククッションっていう仕掛けが、独自の仕掛けがついてまして、p t 路面の凹凸なんかはね、感じさせない、まだ私乗ってないから知らないんだけど、超えてくるらしいですよ、えの車でも確かにそうだったけどね、路面の凹凸を感じない、も吸収性とかがすごいってことですよね。そういこと ーシートもそうなんですけどね、もうそのあたりがね、まあ、この C5X よりも小さい C4 とか C3 でも、もう共通してその乗り心地の良さっていうのはずっとあったので、はいはい、よりこの車はね、このシトラエンの最高級モデルですから、もう抜かりないと思う、わしも早く乗りたいんですけどね。う こんなところがしい、ねこたいな。しかもデザインもかっこいいし。で、最新で、ね、最上級モデル、<う>多分街中で乗ってても、まだそんな乗ってる人いないですよね。あ、うんねねまあ、いいね、なんであれってなりますよね。なるなる、なりますよ。こんだけ個性的な格好をしてます。しねえ、ちょっとこれ気になる方も多いじゃないでしょうか。はい、こちら試乗することできるんでしょうか。うん、そうですね。ヒ人のインスの各店で試乗することができる。そうなので、はいはい、ぜひ店舗に、あのお越しいただいてですね。実際に。 この車ご覧いただきたいと思うんですけれども、はいうん、大事な価格の話をしとかなきゃいけないです、ね、いすフランクシップモデルなので、なかなかいいお値段はするんですが、でもフランクシップっていうことを考えると、あれ、意外にまあまあ、いい感じの値段かなっていう感じがします、うんうん、安いもので484万円からですね<ー>で、プラグインハイブリッドってすごいね、やっぱハイテクなモデルでも636万円っていうことで。はい 結構この辺りの値付け、パッとそんな額だけ見たら、ああって思うんだけれども、中身とかあの見ていただくとなかなか魅力的な価格じゃないかなと思いすね、はい。ぜひ皆さんご来店いただきたいと思っております。はいそれから、ねえー、と明日 だからいはいこの C5X のデビューフェアを開催しておりますので、ちょうど C5X で盛り上がっている3日間になると思います。ぜひ皆さんチェックしてください。そしたらね、あれもね、g o さんの YouTube も言っといてください。ゴーカーチャンネル、まだ C5X 乗れてなくて、まだ紹介できてないまだ乗ってもないんだけど。 お急ぎで、えーえー、取材をしてまたお送りしますので、はいえー、チャンネル登録なんかもゴーカーチャンネルよろしくお願いいたしますはいぜひ皆さんチェックしてください、はい、そしてねここでお知らせなんですけども、はい、あのー、この人の AC5X 今ねゴーカーさんに説明してもらってうわいいなかっこいいな乗ってみたいなと思った方いると思うんですけどもぜひ 試乗しませんかとということであのーうん、僕がねたまにこのホワイトハウスさんとかのおすすめの車で、うんえー、シトロエンだとか、えー、いろいろこう試乗してたのあると思うんですけどその様子オンエアとかしてたんですけど。うんうん どうせだったら本当にリスナーさんに乗ってもらおうということで、うん、リスナーさんに乗ってもらうっていう企画だもんねそうなんですよ実は僕大前と一緒にこの人ろエ C5X に試乗してくれる方を募集します、うん、すごいなこれ日時がもう決まってます10月の25日の火曜日、うん、夕方4時からです 会場はしそろえ名古屋中川店だからこの日の夕方4時から会場のしそろえ名古屋中川店に来れる方限定になるんですが、うん、ただいまの時間から東海ラジオのウェブサイトの中のオーマイチャンネルのページに応募フォームが公開されています注意事項などをお読みの上ご応募ください締め切りは来週10月16日の23時59分まで,で当選者の方には東海ラジオから連絡がいきますんでその方と一緒に試乗を してみたいなと思いいます、ね、いやーすごくいい企画を大前さんやってくださって、ね、なかなかねなかそう、はい、こういうストレートがふだ触れ出ないじゃないですかそういうのを大前さんをきっかけにね体感していただけるリスナーさんがいらっしゃるっていうのはとてもうれもしく思いますそうだからカ川さんとかにこう説明してもらって僕はなんか現場で乗せてもらったりしてるんですけどうん、うん、実際なかなかリスナーさんがねこう足運んで乗るっていう機会も少ないと思うんでぜひ、ね、こういった機会にちょっと一緒に乗って。あの女席に ますんで、うんうん、あの安全運転できる方、安全運転できる方にしてくださいね。大事大事大事。ご応募お待ちしております。はい。ということで今日はホワイトハウスのゴーカーさんにストレー C5X ご紹介いただきました。皆さんもホワイトハウスの車でドライブ、ゴーカーさんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。 つながってます聞こえてると思うあのー、あ YouTube の配信をしてることでもメッセージ来ててトラちゃんから「大前さんメイクしてますか?」ってういいメイクしてないですよ僕ノーメイクで。 今日出てますよでもなんか確かになんかね肌色よく見えるんですよねこの配信で見てたらなんかライトなんかなえーあとね嫁大好きシンジからなんかもう俺は全部分かってますよと分かってる顔して間違えてるっていうね一番恥ずかしいパターンなんですけどあも桃ちゃんこれいけましたあはい大丈夫です一番恥ずかしいパターン来てますねえー嫁大好きンジ YouTube 見てるよと 窓があって明るくなりましたねって来てるんですけどそれこの部屋じゃないですそれこの部屋じゃないですそれ向こうの部屋ですこれ A スタジオなんですよでこの A スタジオから今までずっと お前チャンネルは応援してたんですけどもこの10月改編後はもう一個横の B スタジオに変わったんですよその部屋が窓2つあるんですよだけど今日は YouTube 生配信ってことで生配信のシステムがよりある方がこの A スタジオだったんで今日は前のスタジオなんですよだから窓2つで明るくなってないですよあとこの森さんなんですけどあのー、あもう時間ない時間はいあじゃあうわっくそ 森さんの面白い話したかったのに<ー>残念またまた、はい、まあまあまた、はい、ちょっと後ほど、はい。さあ、エンディングのお時間ですね。すねまずはじゃ今日の当選者からいきましょうか。今日の当選者をご覧ください。 ただ、お相トウーママサさん、続いてが、カタタサさんです。ですおめでとうございます。ステッカープレゼントします。ます届くの楽しみに待っておいてください。<私>ちなみに、まだステッカー完成はしてないので、完成次第、出来次第届けますんで、楽しみに待っておいてください。さあ、では、危機一発いきましょうか。もめちゃんでしたね。もめちゃんが繋がってれば、もめちゃんにチャレンジしていただきますし。もめもしもも、もし、もしもし、もし、もめちゃんが、 えー、つながってなかった場合は電話早撃に変わりますんでではいきましょうかもしもしももし,もーしあらつながったモネちゃんこんにちはモネちゃん,ん,ちちゃん今日飛ばせばなんと6000円っすよぜひ飛ばしたいですぜひ飛ばしたいよねはいめっちゃでかいしかも今残り空いてる数字言ってくねはい 1>, 1番7番8番はいで下が 十一番十三番十五番十七番十八番十九番二十番っていうこんなになってますはいメモしましたメモしたちょっと YouTube の人に見やすいように持ってやるわ今日は何番いきますかえ十、ー、五番で十五番いきましょうか、はい、では十五番いきますは <laughs> い,あい 残念。<あー> <laughs> まだいけます。もう一回行けますから、ももちゃん。はい、えーじゃあ。十九、うん、番で。十九番、いいのね、十九で。はい。じゃあ、十九番、行きます。<laughs> 残念。飛ば <laughs> ない。 ね、もう飛んでいいのにねねえ飛ば <laughs> ないね残念もめちゃんはいまたチャレンジしてくださいありがとうございますはいさあということで繰り越します来週月曜日は7000円 えーで金曜日にですね応募分全部リセットされますんで月曜日からまた参加したいよという方はですね東海ラジオウェブサイトのメッセージボードから「おまきき一発」参加希望おまきき一発選んでもらってえーそこからご応募くださいもう次回飛ばすだけで7000円残り穴もわずかということになっておりますやっぱ生配信ちょっと楽しいななんかもっといろんなところ配信できたらいいんですけどね裏とかもね また定期的に配信の方もやっていきたいなとかも思ったりも勝手にしてますんでまたそういうのも楽しみにしておいていただければなと思います。ラジオでずっとね聞いていただいてた皆さんもありがとうございます。 で、あのー、この YouTube の配信の方で見てくださった皆さんもありがとうございます終了後もちょっとだけ配信あるみたいなんでそれも楽しみにしておいてくださいさあこの後は、えは、ー、イレーネさんの「ブリーズ」ですね今日はちょっとねイレーネさんに質問したいなと思ってますちょっとイレーネさんに質問をしたいなと思ってます 喋喋っってて、OK、でですすはいって、OK、です聞こえますか皆さん聞こえてるんだろうな皆さん聞こえてるんだろうなこれね配信あお疲れ様でしたと生配信楽しかったよピクルスちゃんありがとうもえマや月1でやってほしいなって今イレーネがずっこけてるよっていうね,ねどう受けてくれるんだろうね すぼんなにって言ってくれるかなえーよく聞こえてるよーって楽しかったですお疲れ様でした聞こえまーすってねえー生配信楽しかったでーすって、うん、うーんって来てるなえー聞こえます心に聞こえてるよーって、えー、人増えてきたーってまだ見てまーすお疲れ様でした金曜だけでもぜひ聞こえてますよーって そう、ちょっとね、せっかくやからね、メッセージな、ちょっとあの、今日ちょっといっぱいね、ごめんなさい、やることあって、なんかあんまりメッセージちょっと紹介できなかったから、ね、なんかメッセージ紹介しましょうか、ここでね。ね。せっかくなんでね。でも、片耳イレーネ聞いといてくださいよ、皆さん。この YouTube の配信見ながらもかか、片耳でイレーネさん聞いといてください。あの、 質問でーすに対してイレーネさんがどう拾ってくれるのか。ちょっと俺今配信やってるから聞けないんで、質問でーすの。で、質問しないっていう,う、あれイレーネさんがどう拾ってくれるのか。ちょっとここで教えてください。聞いた人。教えてくださいーい。ー、そうね。金曜結構内容バタバタだよね。ど、ど、どうかな 今日はちょっといろいろいつもよりやること多かったっていうのはありますけどあのお,お伝えしなきゃいけないこととかもあったんでまあそんなこともないですよまあ普段の金曜日だともうちょっとこうメッセージも紹介できるんで今日はちょっと確かにいつもよりバタバタとやることが多かったなっていうのはありますけどね。えー、じゃあ実はせっかくなんでメッセージ紹介しましょうか。 靴、えー、ずれシンドロームさん「字が綺麗ですね」って言われたら「小ドりしたくなりますよ」ってこう「小踊り」って言葉俺大人になってから知ったんやけど大人になってもそれもしかももう35手前に知った言葉やねんけどしかも名古屋に来てから知った言葉やねんけど「小ドり」って結構みんな言うもんな全然言わんけど。 っったらもっとかいけ <laughs> ええー、こちら三毛丸さん足首がキューッと細いところです見ますか見たい見たい三毛丸の足首見たいええー、続いてこちらあーあフェイコンさん正直これ以上コーナー増やしたく増やしてほしくないなってゲストが来たらお手上げでーすっていうフェイコンさんはもうすごいね。 思いをねいつも Twitter でたくさんね言ってくださってますからあの全部真摯に受け止めてますありがとうございますえー、こちらは「えー、みーさん私のかわいいところ3時のおやつを楽しみにしてるところです」と「ちなみにおやつは豆大福ですと」とあなんか渋いなおやつ渋いなえー、こちらはあっいれいで何何何質問に答えたい!」って言ってる <laughs> <laughs> 面白いなハハ <laughs> イレさんもやもやしてるイレレさんがあなたの質問に答えたいなって <laughs> もやもやしてる <laughs> 面白い上手ですねさらっとねさらっとこさらっと ほらもう自分の番組があるから自分の番組の邪魔にならないようさらっとこう受け入れて入れてくれるあたり上手だなすごいなありがとうございますゆれれさん来週以降も楽しみにしておいてくださいえ薄毛おじさん薄毛を気にして別に好きでもないニット帽をかぶったりウィッグをかぶって髪をセットしてるところがけなげでかわいいです けなげやななんか薄毛王子の言うけなげもなんか漢字浮かんじゃうな普通はね気持ちのキーから始まるんでしょうけどなんか髪の毛の毛にないで髪の毛の毛にないに毛でけなげって読んじゃったな、えー、こちらは川太郎さん歩き方がガニ股のところです男性かな女性かな女性か女性でガニ股なの 俺男性の内股なんですよ交換してほしいやっぱり何股がいいななんか男らしいし女性はねちょっと内股ぐらいが可愛いなと思いますけどねえこちらはツイッターの方も見たいけどツイッター見たらこう YouTube の方見れへんくなるからちょっとこっちしようか八野さん 家で突然踊りをして旦那に「可愛いって言われますって家で突然踊るのめっちゃ楽しいやん素敵なファミリー。俺も結構踊りますけどね家で結構踊るしあのーお風呂とかでオリジナルの歌作ったりするけどね。えーこちらは。 うーんあどつやきばばさんの娘さん自分の一番可愛いところは明るさ元気さ前向きさどんなに叩かれても悪口陰口へとも思わない打たれ強さの天下一品で強いなハートハート強いな俺もうすぐぐさってなるけどねだからなんかこうエゴサーチとかしててであ悪口言われてんなと思ったらもう見たくないからもうミ,ュミュートする。 ミュートしてもう二度ともう目にに入らないようにする <laughs> それがなんか道理の通ってるちゃんとした意見やったらああそうかって受け止めてでその人は別に嫌いで文句言ってるんじゃなくてこれはこうだと思うよってちゃんとした意見言ってくださってる方だったらあそれはちゃんと受け入れようと思うけども。 たただただ理不尽に文句言われてたりそれはもう個人やろとあんたの感想でしょうみたいなところですごい悪口とか言われてるともうミュートするもう見ないようにするあのもう健康衛生上良くないからそれはえ酒の横ちゃんチューするとき口とんがらせてしまうところっていう「うー」って「うー」って言ってるそのときにちゃんと「うー」もつけてる「うー」って「うー」っていいや、えー 佐久間三原さん、私もうちで踊ります。床が抜けるまで叱られます。そ叱られるやろ床抜けるまで踊ったら。家のそのあれとあのやつであの戦闘そうですよ。え <laughs> ー、澤井さん、大 <laughs> 前さん、打たれ弱いのって、打たれ弱いよ。めちゃくちゃ打たれ弱い、ガラスのハートやねんから。 めちゃくちゃ打たれ弱いしすごい嫌な気持ちになるしあと打たれ弱いというか言い返しちゃう頭の中で「いや違うやん違うやんけ」ってそれもそ,そっちはその側面だけで言ってるけど違うやんもっとこうこっちにはこういう理由があるやんとかいやそ,それお前の勝手で言ってるだけでとか,そうなんか頭の中で言い返しちゃうわけそれがなんかもう自分の中で完全論破できるまでずっと頭の中でこう。 ぐる,ぐるぐるぐるそのやつと言い合いしちゃうからもう余計イライラしちゃうのよだからもう見ないでも衛生管理上良くないからイレーネさん今はい今何曲宇多田ヒカルうんイレーネさん今曲宇多田ヒカルうん 何の報告やねん。それ。それ何の報告やねん。それ何の。それ何の報告なん。あ。もえママ、こういう眉間の島、しわ。かわいいは優しいな、眉間のしわ、かわいいって言ってくれるなんて。 よしまあ、じゃあ終わりますか。終わりますか。ありがとうございます。えー あ、森さんのねオチね気になるよーみたいなねあのー、そうそうそうあの森さんがうそう今日髪の毛切ってほんとエレベーターでバーッと上がっていてチーンって言うともう森さんがすぐいておー「おはようございます」っ森さんとバーッてすれ違ってで森さんが「俺髪の毛切った」ってすぐ気づいてくれてで「ああそうなんです切ったんですよー」っつってでまあね男同士なんでねその別にそっからどうこうとかっていうのも特にないというか、まあ、別に髪切ったことなんて触れなくても本来いいわけでね普通にね 「カザ、えー、マックス髪切った柴さん髪切った?」とか別にそんなスタッフにもわざわざ言わへんし気づいてでも別に言わへんじゃないですかあでも髪切ったってこう森さん言ってくれてあ「ありがとうございます」っつってでそのまま行こうかなと思った森さんがそのまだ髪の毛について「なんかあ了解です」 でちょっとお時間みたいなんで今日はちょっとここまでになっちゃうんですけれどもあとまたねこういう YouTube の生配信とかもやりたいなと思いますしまた来週以降もね「えー、おもいチャンネル」えー、続きますでまだリニューアル3週目こっからですどんどん上げていかなきゃいけないんでぜひ皆さんの協力も必要ですのでいろんな人に教えてほしいんですよ本当は。 まず聞いてまず聞いてっつってどん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 本当に教えてもらいたいなってこの皆さんの協力がめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ大切なんでねあのぜひ皆さんにも協力していただければなと思いますんでまた来週以降の「おまえチャンネル」も聞いてくださいで今はねイレーネさんもやってますから引き続き東海ラジオで楽しんでください皆さんありがとうございましたああ森さんのおうち言いたかったなめちゃくちゃおもろいのになあれ言いたかったなくそ悔しいめっちゃおもろいのに